はい、おはようございます。スピークです。2023年1月の16日、はい、羽黒山スキー場来ました。ここ今目の前、ゲレンデの目の前に駐車場なんですけど、ここはあの四駆専用駐車場となってて、四駆じゃないとね、結構ね、向こう側のね、あの歩かなきゃいけないところにね、駐車しなきゃいけなくなってますね。うん、ちょっとね、ここはね、着いた方がいいね。はい、あの駐車場、ゲレンデ目の前の駐車場は四駆専用です。ゲレンデはまあこの後行くとして、多分ね、地元のねスキー学校かなんかがね、今ね楽しんでますね。で、ここはあの休暇村側じゃなくてロッジ側というところで、はい、羽黒山スキー学校と、あとリフト券売り場がここなんですよね。ロッジがあるってことは2階でね、ゲレシュが食えそうですね。ちょっと先にゲレシュを見てこようかなと思います。よし、おでんかな。すげえタイムがある。おしん。はい、じゃあ羽黒山スキー場の軽食食べてきます。チャーシュー麺とおでんと、次でね、塩むすび買ってみたら、塩むすび買ってみる。あ、違う、チャーシュー麺これ1000円ってコスパよくね。ちょっとやばいよね、コスパいいような気がするんだけど。あとおでんもね、いい匂いするんで、ちょっと頼んでみたら、ちょっとね、これね、気になるね。じゃあ、食べていきましょう。いいね、チャーシューね、今1枚食べちゃったけど、今なだれた。はい、今食べた1、2、3、4、5、6、7、はい、なんとね、8枚もね、チャーシューが入ってます。入れるね、うん、値段全然変わんないよ。あれ、だってこれチャーシュー麺1000円だからね。なんでいくらだっけ、うん、800円とか700円か。だってその300円でこの枚数つけるのすごいですね。問題はね、スープと麺に。あのね、結構普通、うん、あの結構普通。ごめん、あのまあでもコスパいいからいいよ。今ね、目の前でなだれてくるね。まあなだれはとかあの目の前ふぶいてるこのね、雪景色を見ながら食べるさ、ラーメンもさ、ちょっとこっちの方ですね。当然飲みきます。はい。おでん食べてきます。おでん食べてきます。おでんはね、まあとりあえず具、軸はおでんはね、卵はね、どんな出来栄えかがね、めちゃくちゃ大事ですから。
数えるの当てた。じゃあ何品あったんだろう。からし、からしがもともと使ってるけどね。結構ね、スープ辛いんでね、の全部飲むの許してください。で、最後に、なぜか100円で私も欲しい。ほんと塩むすびっぽいですね、小さいですね。ほら、私の顔ぐらい。ありなし塩むすびですね。うん。これね、おでんたと塩むすびする人結構いるんじゃないかな。うん。話がきつい。はい、というわけでね、はい、高橋さん、普通のまです。塩むすび普通に美味しかったです。はい、ロッジで羽黒さんの側来てみました。ここ従業員駐車場かな。でも車で来てね、来ることができるんですね。そしてそこにトイレがありますね。はい。でここ自体は一応来山者専用駐車場ってなってて、なんかロッジ無料休憩施設ですって書いてあるんです。だからゲレ食とかはないみたいです。ただ明かりがついててね、中に休憩する方がいるんで、休憩所としては機能してるみたいですね。ほほほ、なるほどなるほどなるほど。ここに来るのもなかなかびっくりっていうかね、今リフトからこっちに来るとき、ここ車がふーっと走ってきて、ちょっとびっくりしちゃったね。よし、まあそれでね、わらわら滑っていきましょう。こっち側のロッジ側の方のコースも滑っていきます。側のピアリ通りのところから天狗コース滑ってきます。こっち側はまだ通ったかな。行きます。以上に広いビロバーンですね。うん、思った以上の広いビロバーンですね。いいですねこれ。崖っちいぞここ。うん、広々バーンですね。
はい、という感じでした。はい、という感じで羽黒山スキー場を滑ってきました。ここの目の前は、ソリゲレンデ的なね扱いのようなね、初心者ゲレンデ的な扱いのようですね。はい、まあハイクアップしてねやるという系です。よし、いやね、結構ねこじんまりとしたスキー場だなとね、正直ね、こっからちょっと上がるね、こっからこの見た景色からの感じだと思ったんですけど、違う、向こう側のロッジ側のペアリフトの方がね結構ね幅広よ。うん、ホームページだから旧カメラ、まあ旧カメラ系のねホームページのねテンプレート使ってるからスキー場のねあれね向いてるんだけど、あれから見るねイメージとね全然違う感じのねゲレンデでしたね。正直ね、いいんじゃないのここっていう、うん、半日券でねなんか普通に滑ってもね楽しめるなとね思いましたね。はい、まあね、そんな感じでね、この羽黒山、本当情報なさすぎたからね、まあ、今回来れてよかったです。はい、旧カメラ系のね、スキー場ってね、大体ね、情報が薄いんですよね。うん、よし。まあ、こんな感じでね、この動画ね、参考になったりしたらね、グッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろよろしくお願いしますね。ゲレ食はね、まあ、チャーシューがね、値段の割には良かったかな。っていう感じですね。はい、チャーハンもね、ちょっと気になったんですけど、まあ、次ね誰かね来る人がいたらね食べてみてください。チャーハンね多分あると思う。何かがね匂うんだけどね、まあもしかしたらねおでんとチャーハンのね匂いがね合体したような匂いでね、ちょっといい匂いがねあの辺漂ってるかもしれないですね。よし、じゃあこの動画終わりますね。それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバーイ。